りいたしました。4月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。城之内早苗さんの新曲です。豆桜。城之内早苗さんの新曲「豆桜」でした。皆さんお元気ですか？河野夏実です。つぶきみゆです。本日のお客様は城之内早苗さんです。よろしくお願いします。また可愛らしい声でも、とてもなに、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何かこう、早苗さんが目を細めていらっしゃる、はい、ね、表情がとても温かな感じがしました。もう子供も見守るようなんて、そうなもん、ね、はい、だいぶ年齢にここ差が開きがあるかな、うん、ここも開いてるし、いやいやいや、ここもって思ってますよね。ごめんなさい、何歳ですか？今ないんです。19です。ですよね、はい、35です。おかしいです、私36なんだけど。おかしいです、ね、私年女なんだけど。おかしいですね、うん、年女ですか？年女ですね、今年。いいですね、36。すいません、いろいろと今想像をかけて、どうフォローしようかって、もう目がね、早苗さん、ここに30周年って書いてあって、はい、そうなんですよ。今回お持ちいただいた新曲が、はい、30周年記念シングルの第2弾。はい、そうなんです。もう19歳なのでね、もうわからないと思うんですけど、おにゃんこクラブっていうところから私そもそも出たんですが、はい、でおにゃんこクラブから数えて去年が30周年、でそこから紫陽花橋という曲でソロデビューをしました。はいはい、歌手デビューが今年がまた30年ということになりますね。うわ、知ってるよね。知ってます、もちろん知ってます。でもそう考えるとどうですか、30年というのはどういうお気持ちで迎えられる感じですか？えっていう感じだった、本当に。なんか実感っていう、なんか重みのある感じっていうよりは、まずない。テレビでこう歌謡界っていうか、こう歌の世界を見ていた、はい、憧れて見ていた時に、はい、30年っていう歌手の方がいらっしゃったと、はい、そんな時に、ああ30年もってすごいなって思ってたんだけど、はい、いざ自分が30周年おめでとうございますって言われると、はい、こんなはずじゃなかったっていうね、そういう思いの方がもっと落ち着いていると思ったし、もっとしっかりしていると思ったし、ってこんなチャラチャラした30年でいいんだろうか。30年チャラチャラしてるんですか？してない？そんなイメージ全くないですけど。え、じゃあどんなイメージ持ってる？いや、今おっしゃった落ち着いてとか、はい、そういうイメージはすごくあります。いつもこう背中をピッとこう正して穏やかで優しく微笑んでらっしゃるイメージなんですけど、そのチャラチャラの要素をちょっとお聞かせいただけますか？逆に聞きたいんですけど。なんかこうね、落ち着きがないというか。あ、そうですか。そんな感じで申し訳ないなっていう感じ、ね、きっとご自分にちょっと厳しいというか。あ、いや、私自分には甘い、他人には厳しい。それすごいですね、それ思った。でもね、私たちの先輩方っていうのは40周年、50周年、60周年、この間大津先輩、大津よしこさんが、はい、62年とおっしゃってた時に、それを思ったらまだ半分なんですね。そうするとこれからの30年っていうのが、はい、私にとっては今までよりもこれからの方がすごくこう楽しみだし、それからまたいろんなことしたいと思うし、だけど勢いでここまでは30年は、はい、10代20代30代ですから、若さとか勢いがあったけれども、はい、
ここからは勢いはなかなか難しいでしょ。勢いだけではなくて、うん、体力的なこともそうだし、だったらどういうふうに歩んでいくかっていうことを考えるのがすごく今楽しいですよね。ワクワクするような挑戦だったり進化だったりが、うんね、これからのがもっともっと、そう、あとはまずは健康、そうですね、うん、だからやっぱりあの私の体に合うサプリは何かとか、はい、それあ細かくチェックをしていらっしゃるのですね。そういった情報を今度楽屋で教えていただきます。すいません申し訳ないです。ぜひあのここでも教えていただきたいんですけど、はい、ちょっとこっそり知りたいなっていうのもありまして、ちょっと悩み相談なんか乗っていただけたら嬉しいな。えもうそんな、いやあもうそんなです。あれ夏美ちゃんっていくつになったんだっけ。35です。本当に話だったんだ。本当にえどういうことですか。なんかそういったこともね気になる。まだまだまだ、はでもその30年というお話にこうつなげるわけじゃないですけれども、はい、プロフィールの最近ハマっていること自分探しっていうところがとっても引っかかってというか気になったんですけど、だから、はい、毎年毎年こう変わっていくじゃないですか、はい、女性は特にね、はい、そういった意味であの今の私、今年の私に合うサプリメントサプリサプリ話これね若いからわからないの。いやいや若い時はわからないの、何が自分に合うかって、はい、え元気だから。そしたら早苗さん自分探しじゃなくて自分に合ったサプリ探しじゃない。違う、サプリからいろんなねあの読む雑誌から変わってくるわけですよ。そうで傷んでくれば傷んでくるほど効き目がわかるから、傷んでくるっていうのが傷んだ感じが全然伝わらないですけど、 あとね10年したらねなるほどなって言ってると思う。本当私も先輩の言うこと全然聞かなかったから、人事だと思ってたんだけど、はい、なるほどなってあの時にちゃんと聞いとけばよかったなってこと聞いといて、はい、ぜひ参考にさせていただきたいと思います、はい、じゃ今のところの早苗さんの自己評価といいますか、今ここはいい感じよねっていう部分とかって、ご自身に厳しい早苗さんだからこその評価はどんな感じですか。30年の城之内早苗は、うん、まあ何点ぐらいなんじゃないとか、ここはよくやったんじゃないなんていうことはないんですか。難しい。じゃあ分かりました。曲を聴いている間にちょっと計算させていただきたいと思います。ご自分にねこうきっとこう高い意識を持っていらっしゃるのかなという感じがしますけども。ないない分かりました。ちょっと計算させてください。歌の話を伺ってませんでした。そうなの。おちょこずる、はい、おちょこずる、こちらは可愛い。これはね、120点満点の可愛い女性を歌ってます。そうです、100点超え。はい、100点超えて、もうこれは私が歌ってるんじゃなくて、もうこの内田理馬さんという詩、はいはい、それから道あゆみさんという方の曲に、はい、もう歌わせてもらって120点満点で可愛い世界ですね。30周年を迎えられて、今後、はい、より輝いて、そうなれると思いますか。輝いてきたらいいなって。やっぱり2016年は、はい、そういった意味では、まあ、私にとって30周年のもう一つの区切りの年でもあるので、はい、2回目の30周年なので、はい、そういった意味ではホップステップで勢いづいてジャンプまでいけるように今年は頑張りたいと思います。そして2月にアルバムが出る予定なので、はい、ぜひぜひこちらの方もですねまた楽しんでいただけるように作ってありますので、はい、よろしくお願いします。ワクワクしながら待ちたいと思います。はい、はい、それでは曲のご紹介をお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは今年もとにかくこの曲で頑張ります。可愛らしい女性を歌っております。城之内早苗のおちょこずる。私自身は60点ぐらいです。どうぞ。